田文雄君が当選者と決定いたしました。岸田文雄の特技は人の話をしっかり聞くということであります。ぜひ皆さんと一緒に開かれた自民党、そして明るい日本の未来を目指して努力をする覚悟であります。皆様方のご指導とお力添え、心からお願いを申し上げてご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。私たち女性っていうのは極めて政治の中ではマイノリティです。そういうところをやっぱりお互い主義主張は違いますよ。でもそういうところを共有して、本当に、有権者男女5割です。国民5割です。半分半分です。そこが数の上でも同じになることで政治のバランスって生まれてくると信じているので、共に頑張って戦いましょう。ぜひこれからも